はいどうもハムスターです。本日はですねこちら月刊ポップティーンの10月号でございます。もう珍しいですよね。僕がこのポップティーンを買ってくるっていうこと自体が。今回ね、まあなぜこのポップティーンを買ったかと言いますと、付録なんですよ。この付録ポップティーンってね、今まで買わなかったけど、なかなかね、なんか良さそうな付録がついてるなと、いつもねコンビニで見てたんですよ。で今回ねこの付録がついてたんで、もうこれはちょっと見てみたいと思って買いました。まあそんなね月刊ポップティーンのお値段なんですけども、こちら602円ですよ。602円って何？本当だ、本体価格はね602円、税込みで650円ですね。まあそんな月刊ポップティーンの付録がですね、このアトモスピンクのフォーウェイダブルロゴバッグということで、トートバッグみたいなね、ショルダーバッグみたいなアトモスピンクのね多機能トートバッグ、650円でねこの付録がついてくるということで、どんな感じなのか見ていきたいと思います。はい、それでは開けたいと思います。せーの、じゃんと。お、おお、なかなかいいじゃないですか。はい、こちらのねサイズの方なんですけども、この高さがね、高さが約33センチで、この横幅約31センチでね、この待ちがですね約6センチとなっております。でちょっとね全体の方を見ていきたいと思います。これがまあ正面なんですけどもね、ダブルロゴっていうことで、ここにね1個ロゴがアトモスとあって、これがねなんだかな、なんだろうなと思ったら、特にねこれこんな感じでロゴのベルトみたいなのがペロンとね出てるんですよ。まあ、ここにアトモスピンクというのがねロゴがもう一つ入ってます。ダブルロゴってことですね。なのでこれはねもうほぼロゴの飾りですね。で正面にはポケットがね一つあります。結構ね大きめのポケットです。このね漫画の単行本入れるとちょっとね真っ黒なんでね、色の分かりやすいこの単行本で入れるとこんな感じです。ちょうどねすっぽり入るぐらい。横にも入るぐらいの幅があります。こんな感じ。結構ねこれぐらいの深さがあると使いやすいですね。裏は特に何もございません。
内側は結構ねシンプルなトートバッグですね。内側にはポケットはないですね。この素材がですね、表記的には綿とポリエステルっていう感じになってます。触った感じなんか綿って感じですね。ポリエステル混ざってるのかな。で持ち手部分がこういった感じになっております。このねトートバッグ短いねこの持ち手と長い持ち手、こっちがねまあショルダーバッグ的な感じの長さで使える、まあ斜め掛けとかね肩にかけてそういった感じで使えますね。この長い方はで短い方の持ち手もねまあ割とここありますので肩掛けでもできますよね。この縫い目こんな感じです。意外とねしっかり縫われてますね内側。それじゃあねちょっと普段ね持ち歩きそうなものを入れてみたいと思います。はい、まあね大きさが分かりやすいと思いますのでこの月刊ポップティーンのね雑誌をまずね入れましょう。そしてね、まあ、いつも使ってる長財布、でモバイルバッテリーとかね、ポケット Wi-Fi とか入れているポーチ、で毎度おなじみ、漫画のコミックス、アマゾンのね、ファイヤータブレット、ファイヤー7ですね、7インチサイズのタブレットでございます。まあ、こんな感じで。はい、いつも持ち歩きそうなものをね、入れてみました。全然ね、これぐらい余裕で入りますね。なかなか収納力もあると思います。シンプルなね形で使いやすいんじゃないかなと思います。はい、全体の感じをね見たいと思います。今ね短い方の手持ちでぶら下げております。こんな感じです。はい、長い方のね持ち手の方ですね、はい、本日はね月刊ポップティーの10月号の付録アトモスピンクの 4way ダブルロゴバッグ、こちらの付録開封動画でございました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いいたします。それではまた。